日本鹿児島県鹿児島市義温の市町中央部に見える、島が当時埋め立て中であった、義温の市町の区域にあたる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成義温の市町は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は892-0803。人口は167人、世帯数は89世帯。 面積は84,100平方メートル。ギオンノス町一帯は1977年に、鹿児島開発事業団によって観光用地として埋め立てられた区域である。また、ギオンノス付近は、天文18年8月15日に、キリスト教の宣教師であるフランシスコザビエルが、日本で初めて上陸した地とされており、ギオンノス公園には、 ザビエル上陸記念碑が設置されている。鹿児島市中部、稲荷川の川口付近に位置している。町域の北方に、吉野町、南方に、浜町、西方に、清水町に接しており、東方に、鹿児島湾に面している。町域の南部にある祇園ノス公園には、フランシスコザビエルの上陸記念碑がある。祇園ノスという地名は、江戸時代に、 八坂神社東側の海岸を埋め立てたことに由来する。一帯は稲荷川川口に面した遠浅海岸であった。戦国時代の日本でカトリック布教を行ったフランシスコザビエルの日本で初めての上陸地点は稲荷川川口周辺だったと考えられている。江戸時代に街道が通り、八坂神社が現在地周辺に移転した。江戸時代に稲荷川改修が行われ、 生じた土砂によって、八坂神社東側海岸が埋め立てられ、祇園の巣と呼ばれるようになった。旧来の祇園の巣から水路を挟んで、東側の海岸が、鹿児島開発事業団によって、上町地区一帯の振興を図るため観光施設、等の用地確保を目的に埋め立てられることとなり、1972年から1987年に、かけて事業が行われた。 セバル団地の開発に伴って排出された土砂によって埋め立てられており、同じく、鹿児島開発事業団が施行した、四次郎の埋め立て土器にも用いられたパイプラインで、搬出する水運ぶ工法により運搬された。セバル団地で排出された土砂は、稲荷川に設置された、総泥管によって、祇園の巣まで運搬された。埋め立て面積は84,100平方メートル。 総事業費は22億3757万円であった。1977年には、祇園の巣の埋め立てが完成し、同年11月7日に、清水町地先の交友水面埋め立て地の区域に、鹿児島市の町、祇園の巣町が設置された。1978年には、祇園の巣が、矢次郎の案内によって、フランシスコザビエルが、 専門18年に上陸した地であることから、祇園のス公園にザビエル上陸記念碑が設置されている。1979年には、祇園の巣町に、鹿児島市福祉コミュニティセンターが設置された。1994年3月には、祇園の巣町と小川町の間を結ぶ、国道10号鹿児島北バイパスが開通した。以下の表は、国勢調査による、 小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。